ニュース X。えー、こんばんはハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です、えー。今日のハフトークはですね、裏読書がテーマです。歌舞伎町ホストが教える読書術。 手塚真キさんというまあ株基調のですねカリスマホストを呼びして本の読み方について皆さんとディスカッションしたいと思います。早速手塚さんをご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。手塚さんはですねまあカリスマホストであり経営者であってめちゃくちゃユニークなんですよね南さん。あの今日はちょっとハホストからリタの南まで上がっています。はい。よろしくお願いします。えっとホストナンバーホストでだけでなく本屋さんを開いたりとか最近だと福祉事業に進出したりとか。 今日お寿司屋さんオープンしてすごく多角的にしかも最近本を出されて、うん、ちょっと見せてもらっていいですかねこちら「はい、裏読書」という本で、えー、ハフポストブックスから出てるんですがこれはすごく面白いですあの良い本って誰が決めたのって書いてありますけど、まあ、夏目漱石とかですね村上春樹とか「うん みんながこれはすごいなってう思う本をもうバッサバッサ切って、うんえー、こんな本の読み方があるのかっていうことを解説してくれている本です。はい。例えば夏目漱石の心、まあみんな教科書のつって,てすごいいいなと思うんですけど、この心の主人公の先生はみんなをマウンティングしてる、うん、まあクソやろ、まあそこまで言っちゃいですけど、<laughs> まあ大変上から目線の人だみたいなことを言ったりとか、はい、すごくいい本ですね。うん、どうですか、みなみなりさんがこれちょっと編集したんですよね。そうですね。あのー。 名著と呼ばれる本をばさばさ手塚さんが切っていくっていうところはもちろん面白いんですけどやっぱり私女性としてはあの手塚さんがやっぱホストクラブで普段あの女性の生きづらさとか今の働いてる女性たちがこうこむってるモヤモヤしたものっていうのに対してのまあちょっとアンサーみたいなふうになって,いてまあ書評本でありながら裏テーマとしてはちょっとフェミニズムに本当新しいフェミニズムです。そこがすごくあの面白いユニークなポイントになってます。 その通りですかおっしゃる通りですいや本当ありがとうございますで、ちょっと早速後で特集であの手塚さんって誰なのみたいな話からと本の読み方みたいなのもちょっと聞いていきたいんですけどまあその前にちょっとニュースをお伝えしたいと思いますまあニュースの前に今日あの令和初めてのニュース X なんですよそうだ一昨日が平成最後のニュース X で僕そこ出たんですけどまた令和最初のニュース X です令和どうですかね 令和ですかぶりですねなんかみんなすごく騒いでいるのって現状が結構みんんなな暗いいだなと思いましたねネタがないというよりかは明るくなりたいきっかけなのかなと思ってうん、うん、って考えると平成ってすごく暗い時代だったのかなっていう気がしちゃいましたけどね。ねうん、いや本当おっしゃる通りであのハーフポストって14か国にあるんですけど。はい みんなに今月の大ニュースは何とか聞かれるんですよ。令和って言うんですけど、もう意味わかんないらしくてなんで日本だけが独自の時間を過ごしてて、しかもこっそりやってるように見えるらしいんですね。なんかまあもちろん海外にも説明してるんですけど、勝手になんかやってるみたいな。で他の世界は時間違う時間を過ごしてるみたいな。しかもまあ例えば大統領変わるとかあのなんか大きな革命起こるとかあったらわかるんですけど、じゃ何が変わったのって言われると。 うん、みたいな。僕はあのスターチャンネルで、その平成最終日にレ、レミゼラブルがやってたんですよ。も、はい、これ嫌味だなと思いましたね。<laughs> 要は本当に市民の手で、変えるんじゃなくて <laughs> な。ね、<laughs> なかなか面白いなと思いましたけどね。すごい皮肉ですね。うん、皮肉だなと思いました、ね。そこまで考えてやってたんですかね。だと思いますけどね。でも、そういうふに見てる手塚さんもすごいですけどね。暇なんじゃないですか、ね。<laughs> <laughs> はい,いや、でも、まあ、まあ。 ただまあ令和になると、まあ、昭和が一歩古くなるじゃないですか,、うんはい、かそれいいなと思ってて、まあ、ちょっとこのニュースをお伝えする時に思ったんですけど、うん、やっぱり昭和からの価値観の転換っていうのは大事であ、うん、あの連休中も皆さん渋谷とか行かれた方もいるかもしれないですが「うん、東京レインボープライド」っていうのがありましたえっ、ー、と写真出ますかねはいあのまあセクシャリティの多様性を訴えるイベントでして。 まああの LGBT の方まあいろんな、えー、と性のあり方性の、えー、辞任の方に、えー、が集まって、えー、いろいろとあの盛り上がったということでで、えー、過去最多の1万1千人が集まって2.5キロを歩いたということで、うん、すごい、うん、このレインボーっていうまあこの虹色のが、うん、あの象徴なんですよねまああのいろいろといろんな結婚のあり方があるんじゃないかとかあのまあ男性同士女性同士、うん、あのいろんな せのあり方がある。まあ、これ政治家も参加して、元武さんも参加して。まあ、盛り上がってますね。本当政治家が参加するほど。まあ、あの有権者のアピールの場になるというか、うん、う社会でも。だんだん、あの一般的になってきて、まあ、昭和的な価値観ですよね。まあ、恋愛というのは男女であるべきだとか。うん、そういうのはなくなってきてるなと思うんですけど、手塚さん、どういうふうにご覧になりました?うん。僕も毎年行ってます。うん、あ、今年も行きます。はい。なんか。 あの、まあデモが好きなんですよ。デモが好きなんですか。<う>はい、デモが好きなんですけど。で,で、しかもみんな笑顔なんですね。あの、うん、毎回パレード、あれのパレードは。みんな笑顔でハイタッチしてるし。なんだろうな。マイナスのイメージが全然ない、その、その空間に。だからすごい好きですね。そうですよね。なんか社会にすごい強いメッセージを訴えてるんですけど。うん 暴力的じゃないですよね。そうですね。なんか自分たちが居心地のいい時間を作るためにみんな参加してるみたいな感じなので、空気がすごくいいですね。本当こうやって手を差し出すと、みんな叩いて通ってくるんですよね。通りますね。あと、写真を撮り合ってて、本当僕のタイムラインもばーってその虹色に染まったりして、やっぱ変わってきてるんですかね。いや、面白いですけどね。毎年増えてますね、どんどん。 で結構、まあ、さっき政治家も出てましたけど芸能人の方も参加しててある芸能事務所の方に聞いたら昔だったらまあそういうところに参加するとか、うん、なかなかカミングアウトしづらかったりとかあったんですけど、うん、今は逆に参加してもそのサポートを得られるみたいで去年は確かあゆが参加してすごい話題になりましたね。僕、うんはい、泣泣いいいちゃいました <laughs> え泣いたんんでですすかか、はい、好きなんですか 全然好きじゃなかそのメッセージが彼女はやっぱりその自分がすごく世の中に評価されて売れてるんだけれども実は孤独ででもそれを理解してくれたのは2丁目の先輩たちでしたあの時の先輩たちがいたおかげで今の私がありますみたいなメッセージを言ったんですよ。ちょっとみんな泣いてましたよなるほど今ちょっと手塚さんから二丁目って言葉ったんですけど歌舞伎町とか新宿ってやっぱ多様なんですかねどんな感じですか 僕たちからすると結構普通の景色じゃ普通の景色ですね。あのいろんな方々がいる景色っていうのは、うん、歌舞伎町もなんだろうな、も、ま、う、あ、どんな格好をしてても、えー、どんな人種の人がいてもあまり目立たない。なるほど。はい。だから自然とずっと多様性ではあると思いますね。じゃあもう自然とその差別とかあまりない感じだすかね。ないと思いますね。うん,うん。 まあ一方ですこの前、まあ、手塚さんも出てたあの、うん、ナイト・エコノミーのイベントに参加した時誰かが発言したんですけど、うん、日本は歌舞伎町にあまりにも一箇所に集中しすぎちゃっていて、うん、海外だとあっちこっちにそういう性の多様性を受け入れる街があるのに、うん、日本だと、うん、まあ他にもありますけど、うん、あまりにも歌舞伎町に集中してるっていうなんか指摘もありましたよね。 がががそういういうに寛容ででであるることがゼトしてななかった今までの時代な気がするんですよ、うんよもうちょっと例えば恵比寿だったらこういう人たちが集まって行けてる街だとか,、うん、なんか南ア布、ズ西アズはこんな街だみたいなこう地域ごとによってファッションをこうトレンドで作っていくみたいなでも歌舞伎町だけがそれをやってなかったからこう雑多に集まってきただからダサい街だってずっと思われてたと思うんですよ。 多少最近はちょっとひっくり返ってきたんじゃないですかね、うん、そうですよねこの前本当思ったのは海外からお客さん来た時に歌舞伎町に行きたいって言ったんですよねそれほど割と海外でも知られてるんです、ね、だかだら多分日本人が評化するよりも海外の方の方が歌舞伎町みんな行きたいって言ってるみたいですねだから多分普段歌舞伎町とかで遊んでないような海外にこう なんんですかネットワークある人たちは結構歌舞伎町を案内するのに困るみたいなんですよ。<ー>それで結構連絡来たりしますね。それとともに歌舞伎町で働いてる方のイメージとかも変わってきてますか、うん、いや歌舞伎町で働いてる子たちはまだそんな変わってないと思いますね。そういうふうに注目浴びてるんだぐらいで<ー>、はい、中の意識はもう全然変わったない,いです、ね、まだまだちょっと後でその辺もぜひ聞かせてください、はい、であのさっきあゆの話も言いましたけど今年はリューチェルがですね、うん、あのなんか発言をしてちょっとうちの「はい」 えー、全ての愛は美しいんだよっていうことで、まあ、ピンクを着てまあもしかしたら昭和だったらピンクというのは女の子とかいう変形もあったかもしれませんが<ー>これピンクを着てでヘアスタイルもあのすごくピンク一種にしてですね、うんえー、訴えたとで最近リューチェルやはり多様性について訴えて、うん、まあ特に若い人への発信力があるので、まあ、一気に空気感が変わったなっていうのはこれを見て思いましたね。うんうん すすごく面白いい動きなと思まあとは我々メディア側もちょっと変わらないといけないと思っていてです、ね、こういうのが実は出てます「LGBT 報道ガイドライン」ということで、えー、これはですね報道機関の8社の記者たちがえ対話をして生まれたガイドラインだと、うん、でやっぱりメディアの表現の仕方っていうのは大きいんですよ、うん、まあ最近はもうないと思うんですが例えばですねあのここに書いてあるんですがまあバラエティーありましたかね「おカマとかいう言葉とか「うん、まあニューハーフ」とかですね、うんうん まあそういったえと言葉や概念はまあきちんとえ意味を考えましょうと、うん、もちろんあえて使うこともあるんですがまあ侮辱的な意味合いを使ったこともありますよねとかあとはカミングアウトにえとか取材についてですねいろいろと取材相手にはどういったことを確認したらいいのかっていうことをちょっと書いたえマニュアルですねやっぱり報道側もまあ変わってきているしいろいろとここに見えますかねあの取材相手には以下のことを確認しましょうっていうことが まあ、きちんとプライバシーについて評価配慮してました。あとはです、ねまあ、我々気をつけてるのはハフポーズ気をつけるのは LGBT って、まあ一言で言っちゃうんですけど一つ一つにあの固有の意味があるし、うん、あと最近では LGBTQ というふうに、んまあ、枠にとらわれない、うんえー、いろいろとあの考え方もあるので、うん、この多様性はすごい難しいテーマで歌舞伎町の例えば言葉遣いでやっぱりおとか、うん、ホモとかそういうのってまだ ってたりしますか、ね、うわんか多分歌舞伎町にいるそういう,う、まあ、MTF の方々とかは、はいうん、基本的にはみんな働いてる人たちが多いんで、はい、ちょっとこうコミカルになんだろうな、まあ、テレビで昔からずっとあるようなおマキャラみたいなのを演じるみたいな子が多いのでだからどうしても自分たちもそういう風に。 面白おかしく自分たち表現するような人たちが多いと思いますね。南さんどうですか。普段取材したり記事を書いてるです、ね、はい。やっぱりあのー、私たちの取材している姿勢としてはその人たちのあり方とかを少しでも多くの人にやっぱり伝えたいっていう思いから。うん とてもこうキャッチーな見出しを選んでしまったりとか当事者の方への配慮に欠けるものをやってしまったりとかあのもちろんなるべくないように心がけてはいるんですけれどもなんかその辺のコンセンサスみたいなのはなかなか取れていない部分があったなっていうところはあの反省としてずっと持ってきたのでまあこうした LGBT だけじゃないですよね最近薬物の報道とかに関してもやっぱりみんなで立ち上がってガイドライオンをちゃんと作ろうっていうふうなあの動きが出てきているのはあの私としてもとてもいいことだと思うしこれはどう どん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 アップデートされていくといいなっていうふうには、うん、思います。そうですね。アップデートされたら、もうそんなことがなくなるわけですよね,うん、うん、ね。これが少ないようになるといいですよね。うん、いつかは。うん、まあ、この新聞。 ととかメディア言葉でで難しくすね過去だとジェンダーに対する意識の低さがあって例えば女流作家とかですねあるいは女性社長とかママさんバレあママさんバレっは固有名車で難しいんですけど女性を強調しなくてもいいのにわざわざつけることでやってきたでもそれがだんだんなくなってきて作家さんというのが当たり前になってそうするとだんだん世の中の意識も変わってくるので。 こと、養護集もこれ、ぜひ、ネットに載ってんですかねぜひ養護集だけでもすごく勉強になるのでアウティングとは何かとかあ洗いとかですね私も何度も何度もこれ知ってるつもりでも見て見返したりしてますメディアが大事じゃないですか何歳、男性って必ず出るじゃないですかそういうのがもうなくなっていかないとうでねあれ、結構日本特有なんですよね、年齢。 あの僕も新人記者の時は、うん、まず話を聞いたら生、うん、年月日を必ず確認しろって言われましたね <laughs>、はいはい、でその人が年齢勘違いしてるかもしれないし、うん、で必ず年齢を書かないと、うん、あの怒られてましたねでもなんか確かにハフポストに入社した時に自分が書いた記事で誰々書 こう年齢みたいに、うん、あの先輩から指摘が入った時になんかすごい戦った記憶がありますその文脈では私は年齢は特にニュースではないと思ったので、うん、まあ年齢を伝えることが読者にあのより多くの情報をあの差し出せる場合にはもちろんケースバイケースだと思うんですけどて、うんうん、てを一緒くたにすするのは変わっていくべきですよね、うんうんうん、そうするともう LGBT っていう言い方もなくなるんじゃないですかねそうですね。うん それ自体もすでにある程度限定している言葉になってますそうなんですね。まあただあの日本はまだ古いとへ変わってきてるなと思って、あのこの東京レインボープライドもぜひあの皆さんもその度行ってほしいっていう思いますね。こんなになんかまあ楽しいですよね。面白いですけどね。なんかいいなと思いました。ベトナムのも行ったことあります。あどうどうなんですか。あのベトナムはチャリでデモするんですよ。面白いことですね。ハッピーデモはいいと思いますけどね。そうですよね。 はい分かりました以上あの今週のハーフポストが注目するニュースは、えー、と LGBT レインボー東京レインボープライド2019でしたありがとうございます月曜日は堀潤が代表を務める動画投稿型ニュースサイト8ビットニュース火曜日は評論家宇野恒博が編集長を務めるプラネッツ木曜日はグローバルメディアハーフポスト日本版編集長は竹下隆一郎個性的なメディアと日替わりでコラボするニュース x 見る方を多様な視点へとつなげますはい、えー、ここからは大人の再入門歌舞伎町ホストが教える読書術ということで引き続き手塚真希さんにお話を聞きたいと思います、はい、よろしくお願いしますお願いしま,すいしますハッフポストから引き続き南マリエですお願いしますよろしくお願いしますはいでちょっと手塚さんを映してもらっていいですかね、はい 手塚さんを写しましょう。<laughs> 手塚さんワンショットでいいです。はい、<laughs> 手塚さんはですね、歌舞伎町で、その扱いは。<laughs> <laughs> ナンバーホストだけでなくてですね、ホストクラブ、バー、美容サロン、十数件を運営するスマッパグループ。はい。スマップじゃないですね。スマッパ,マッパですね。スマッパってどういう意味なんですか。素、はい、マッパ、ね。あ、なるほど。はい、スマッパグループの会長。はい。でしかも本屋さんもオープンしたと。はい。すごく本好き読書家の。 ポストとして知られていて、本屋さんもオープンして、で最近はデイサービスもやってると。で今日はお寿司屋さんを。はい。はい。すごいですね。やっぱお金持ちになりたいんですかね。あ、でもお金持ちの方がいいです。あ、本当ですか。でもすごい幅広い経営ですね。なるほど。で、最近はちょっと本を出されて、こちらですね。はい。裏読書。これはどんな本ですか。えっと、十三人の、まあ、名名著と言われている本を。 えー、まあ自分なりにこうやって読めるんじゃないのっていう,うん、うん、だからこれを、まあ、ここに並んでる本と並列で本だって言っちゃうのはちょっとおこがましいんですけど、うん、なんかこのここに紹介している本を読んでこれを読むと、うん、多分なんか友達と一緒に映画を見たみたいなあとに喋れる時間になるんじゃないかなっていう。うん、はい いいですね。うん、あの、もともと本はお好きだったんですか?。好きだったとは思います。はい。どういう時に読んでるんですかね。でも、基本的にそんなになんか、こう周りに。文化が大好きな子たちがいた。ところで、ずっと育ってなかったので、うん、どっちかと大会系の男の子だったんで。あの、自分の、なんとなく気になった時に、手に取ったものを読むぐらいで。うんうん、体系的に、こう読書をずっと続けてきたわけではないですけ、ねうん、ど。はいうん あのまあ、ちょっとこの本のご紹介したいんですけど、うん、例えば「ノルウェーの森」とか皆さん、ねうん、知ってると思うんですけど大ベストセラーで,、うん、でノルウェーの森について何ておっしゃってましたっけこれからの、はいえー、女性が口説いた方がうまくいく世の中これからの男の生き方とは。ちょっとみさん簡単にノルウェーの森の概要を説明してもらっていいですかね。うん 難しいいです、ねはい、<laughs> これめっちゃ難しくないですか、はい、主人公の渡辺という人が、はい、あの,回想あの,小あの高校大学時代を回想するっていうあの物語の構成なんですけども、うん、あの高校の時にあの親友の木月っていう子が、うんまあ、自殺をしちゃってその木月の恋人だった奈央子と、まあ、大学になって渡辺は再会をし、うん、まあそこから2人は まあ恋恋人人のような恋人ではなないいようなあの関係をまあ築いていくと。で渡辺の周りには直子だけじゃなくてまあ他の女性も何人かいてみんな渡辺とまあつかず離れずの関係を築いていてでそこにはまあ愛情とか恋愛とかあともう一つ大事なテーマとしてまあ死みたいなものがあって結構登場する人がみんな自殺していたりとか家族が死んだりとかまあそういうまあいわゆる愛とまあ死。 をめぐる青春小説みたいに言われていて、うんね、1000万以上、1000万以上売り上げている、ね、世界的、はいはい、世界的なで。で、まあ僕もそうふに思ってたんですよ。やすごいあの。<laughs> ちょっと私はかませにしない犬ですよ。いやいや、かい犬 <laughs> <い> <laughs> 頑張って説明した。<laughs> いやいやすごい素晴らしい説明。<laughs> あの。で、まあういう青春小説で、<laughs> あのいいなと思ってたんですけど、鉄が、うん、さんが一言ですね、うん、あのこの主人公の渡辺は。 まあ、いいホストになるみたいなことをおっしゃっててこれはすごい変わったんですよ小説イメージが変わったっていうか <laughs> <ー>渡辺っっててそ,そんんななないいホストになるんだなと思でも実際僕もその学生時代の時とは、はい、に読んだ時はそうは思ってなかったと思いますけど、ね、ただあのかっこいいなと思いましたねその当時から渡辺のこともそうだし、はい、あの長澤先輩のこともそうだし。うん ななんか楽しそうだなと思って <laughs> でもモテそうなの長澤先輩じゃんなくて確か外務省に決まってて、はい、まあうん、うん、いい成績を持って、はい、で渡辺は、まあ、村上春樹の主人公は全員そうなんですけど、うん、まあやれやれとか、うんうん、言って別に自分からはいかないじゃないですか。うんうん、ななんんかホストっってもっとガン,ガン行くようなイメージがあるんですけどね、うん、いやでも多分、うん、たくさんのお客様を相手する時には攻撃していくとなかなか無理ですよね機会って。 機械とすると数、だから受け身でいることの方が、やっぱ大事ですよね。なるほど。はいホストは。だから渡辺の受け身っていうのは、んまあ、まさにホストだと思いますけどね。ああ<ー>。うん、結構、じゃあ、お客様の話を聞く方が多いんですかね。なんかホストクラブ、ちょっと行ったことない、ねうん。例えば、はい、その実際に接触して。 どっちが話をするかっていうことではなくて、うん、アプローチをどっち側からかけていくかっていう上で。基本的にアプローチをこっちからしていくのではなくて、はい、されたときに、どういうふうにいなしながら。関係性を長く保つかっていうのは、多分ホストの技術だと思うんですよ。うん、なるほど。渡辺は、なんか自然と調子がいいところに、こう,う、まく顔を出すじゃないですか。うん、あれもなんか、ホストの席回りみたいなんですよね。<laughs> あ、なるほど。<laughs> その、いろんなテーブルを回るホスト。なお子がちょっと、体調が悪いなっていう時は、全然気づか遣。 全然無視して他の女の子に行ったりとかするじゃないですか。しますね、はい。お客さん、この A 子ちゃん怒ってるな。今あえて一生懸命この席でフォローするんじゃなくて、ちょっと時間経ってからあのまた席に戻ろうみたいな。なるほど。感じですよね。でも普通の男性は、<laughs> まあ例えば無視されたりなんか困ってるなと思ってずっとその人に考えちゃうと思うんですけど、はいはい、パッと切り替えるのは、うん、多分自分の実感軸で考えてるからじゃないですかね。その。 ホストって自分の時間軸の中でここにお客さん A 子ちゃんと喋って次は B 子ちゃんと喋ってってうまくはめていけばすぐ効率がいいと思うんですけどでもい、e、いホストって多分そのお客さんの時間軸の中で物事を考えていかなきゃいけないだからこっちの中での時間軸において僕がそれを無理やり当てはめるっていうのはこっちの違和感になってしまうだけなのでお客さんの時間軸でちょうどいいさじ加減で。 何かを提供できるっていうのは大事だと思いますよね。んうん、なんか手塚さんが最初にその渡辺の受け身なところがすごくいい、うん、いい男なんだっていうふうにおっしゃった時に。私えって思ったんですよ。受け身な男嫌、うん、だし、ちゃんと受け止めてよって思って。<ー>なんかそこがうまく最初接続しなかったんですね。うん、でも、なんか今のお話にもあったんですけど。はい、その受け身なところの何がいいかっていうと。うん 女性が自分の思い通りになるわけないっていうちゃんとこう女性の中に主体性を認めて最初からこう白旗を上げているそのスタンスっていうのがすごくその渡辺のいいところなんだっておっしゃって,てそれですごい腑に落ちたっていうことがあのありました取材させていただいた時だからこっち側からこうした方がいいよとかああしてよっていうようなことを僕らは言わないですもう,あもう自分で決めてよっていうお店に来る来ないもういやいや 決めてよ、お酒何飲むのも決めてよってやっぱ聞きますから。こっち側から基本的は聞かないですね。なんかそれが今の時代に合ってると思って。でまあさっき南が申し上げたみたいに。まあい、ていう今の女性をめぐるいろんな、まあ男性側の問題ってどういう風に見てますか。多分もう、あまりにも僕ら刷り込まれちゃってる。その男性感、女性感があるじゃないですか。だから、それを多分今急に。 また今までとは違う感じで人とと接ししろってて言われても難しいと思うんですよ、はい、それこそさっきの LGBTQ の話もそうですけど、うん、その時にどうするかって言ったらもう完全に渡辺みたいに受け身でいるってところからのスタートで少しずつ歩み寄っていくことの方が近道な気がしますね。うん、単純にみんんなないろんな人を理解してって言ってもそれはもう,こう勉強する上では理解できるかもしれないですけどじゃどこまで喋っていいんだとか、うん、その距離感の詰め方っていうのはもう本当経験するしかないと思うんですよね。うん だからその経験する道場に立つのにはまずはもうどどうすけどね特に今の、えー、まあ日本世界的に問題でるセクシャルハラスメントとか、うんはい、あとは性的同意というか、うん、まあ例えばセックスをする前にきちんと同意を取らずに。うんうんうん 男性の都合だけでそういう雇をしてしまうとか、もういろんな問題起きてるじゃないですか。はいはい、それはどっかにはやっぱり男性側が相手をコントロールできるいう意識があるのかなと思うんですよね。うん、なんかインド映画最近すごい見てるんですけど、インド映画、はい、インド映画のピンクっていう映画がありまして、はい、それはまあちょっとまあ喋っ、まあ簡単に言うと、まあレイプをした、うん、あレイプをしたって言って女性がまあ訴えるんですけど、うん、結果的にこの訴えてる方が 彼女たちは売春婦だって言いだすんですよでこの,の訴えたのはすごい金持ちああ、うん、やった方が金持ち、うん、で最終的にこの子たちは負けそうになっていくんですよ、うんはい、で最後に売春婦じゃないんだけど私たちはおでもでも私はノーと言ったと、うん、もうそれでもノーって言ったんだよって言って結局彼女たちは勝つんですよ あのー、要はそのそういうふうに売春婦にでもそういうことが起きるんだよっていうのってすごくいい映画だなと思ってるほどそうだからなんか日本人ってていうかまあふつ、まあ、僕らみんななんか最初から決まっていれば OK みたいな話があるじゃないですか、はい、ドアが二人きりになったらなんとかとか<ー>もうそんなことではなくちゃんと一対一の人間として向き合った時にどういうことが起きてたかってことが大事だっていうなんか原点に変えれるような映画ですごくよかったですね。 あ,のあと村上春樹を読んで、うん、そういう最近のこういうフェミニズムについて考えるっていうのはすごい面白いなと思ったんですやっぱそういうふうにみんなにん,、ねうん、んかあのなんていうんですかストーリーをずっと追っかけちゃったりとか、うん、共感したがりますよね,そうですね共感しようとしてる人を読んで共感したい、はいあれなんかいいことをなんか引き出そうとかいやでもそれは多分連載してたからじゃないですか<ー> <laughs> それはあると思いますけどね、はい あと後書きにも手塚さんが書かれてましたけど手塚さんの本の読み方でやっぱすごく面白いなと思うのがその本ってよく若いうちに読めとかね子どもの頃読めって言うけど自分はまあそこまでそんなふうに思ってなくて若いうちはいろんななんか本当に野原を駆け巡っていろんな経験して。 であの本っていうのは人生の答え合わせぐらいでもいいんじゃないかみたいなことを書かれていて、うんうん、<coughs> その意味で言うともしかするとこの「ノルウェーの森のショー」をなんかもう30年前に出版された本を今の「MeToo」にくっつけるなんて強引すぎるっていう人もい,いるかもしれないんですよね。うんうん、でも手塚さんっていう人が2019年にこの「ノルウェー」を読んで自分の人生の答え合わせ的に渡辺っていう趣味なところがいいなって思ったんだとしたらそれでて一つの読者の楽しみ方だと思うのでんかそういうことも裏テーマと としては、うん、なんかこの本で伝えられたらいいよねみたいなことを、うん、なんか打ち合わせで話したりしなるほど。それすごい印象的でした。けない,いですよねうてかそれしか知らないですからね、うん、自分のやっぱ経験してきたことでしかやっぱ自分も納得できないので多分そういう意味でも僕は大人になってから自分のやってきたことをああれは良かったことなんだとか、うん、反省すべきことだったんだとか。 内省する時間に読書をするのはすごくいい気がしますけどねどうやって本読んでますかなんかザ、うん、ーッて一気に読むタイプですかいやもう全然本によりますねうもう積ん読もしますし、はい、やっぱこれにも書いたのかな旅行に行くときに僕すごくそこの地域の本を読みますね<ー>もう行く前にも読むし、はい、で帰ってきてからも読むんですよ、うん、そうするとまだ旅が終わらないんですよねあいいですねなんか。 もうその行く前からワクワクするのって多分ミネイル・ド・ンスタ下調べとかして、はい、だけど実際にそこで見たり聞いたりした話ってあれってどういうことなんだろうなと思って帰って調べると永遠に旅が終わらないんですよ、うん、それすごく好きですね最近だとどういうところに行って最近で上海行って行く前になんか「あの現代何とかが教える何十のこと」みたいな,なんか本をいつも持ってくんですけど、はいはい、とか「普通に地球の歩り方」とか、うん、こう10冊ぐらい持ってったんじゃないかな。 でも今回ちょっと飲み過ぎてあんま読んでないんですけどでもそうすると <laughs>、はい、実際に見聞きしたその上海の人から聞いた話とか見た景色とかがこれから見るいろんなものにおいて今までと全然違うものに見えるはずなんですよねそれがすごく楽しい,しい,いですね。だからそれが多分さっき南さんがおっしゃってたみたいな例えば「ノルウェーの森」っていう一冊の本においても僕の人生でそれが通るだけであって違う人の人生でこの「ノルウェーの森」を読めばまた全然違う読み方ができると思うんですよ。 なんかそういう,こう自分の人生を内省しながらなんとなく自分の人生とこの小説とかをこう重ね合わせるっていう本じゃないですか、うん、っていうことがみんなできたらいいんじゃないですかっていう。 いやもう今のちょっと10分ぐらいでかなり本の読み方旅に本を持っていく <laughs>、はい、自分の人生に引きつける、うん、あとは時代が変わっても今に引きつけて読んでもいいんだよっていう,そうです、ね、読み方ですよね、うん、別に30年前はこうだったとか思わなかったりとか、うんまあ、あと日本の国語教育はよくないと思うんですけど、うん、作者は何を思ってたんでしょうかみたいな、うん、でも作者の思いすらもう超えちゃってもいいなという今話で思いまして、ねうんうん、作品は作品自体に意思が多分あっていい気がしますけどね。作者を 離れて、うん、まあそういう意味ではこの次の「心」を巡るこの書評もすごく良くて、うん、まあこれもともとハーフポストの連載だったんですけどうちの連載の時かすごい評判がいいっていうかまあ賛否両論を呼んだ <laughs> ことですねちょっとどっかありますかね「心の男」はまあなぜマウンティングしてるのかっていうところですよね一生、はい、目、はい、男のマウンティング小説がいつまでも教科書に載ってていいのだろうか。うんうん まあ、あの心を一応説明しとくと先生っていう人がいて憧れている若い男性がいて、うん、まあもうネタバレどっこかってもみんな読んでると思うんですけど <laughs> まあ先生が自殺しちゃっていろいろと。 告白すると<ー>で先生は実は過去に親友を裏切って親友が好きな人を取っちゃって奥さんにしたりとか、うんまあ、いろいろと裏切りとか、うん、そういうことをめぐる、まあ、名作と言われたんですけど、うん、<laughs> まあこれもその先生がマウンティングしてるっていうのはまたすごいですよね。でも多分これ、はい、自分が年を取ったのもあるかもしれないですね。<ー>その要は多多分分先生がもう多分年下なんですよ そうです多分さっきのノルウェーの森もそうですけど渡辺とかもただのクソガキじゃないですかまあ確かに37月そうですよねだから多分そういうこう自分が年上としてなんか偉そうに見ちゃってる部分あるかもしれないですね逆に僕こそマウンティングしてるかもしれないですね先生に対してそうですよねまあでもマウンティングしてもいいんじゃないですかね 多分そういういに俯瞰してみれて、うん、なんとなくやっぱり若い頃って何のために生きるのかとか、はい、あとはかっこよく生きたいとか周りの人と比べてとかっていう気持ちが必ずみんなあると思うんですよ。はい、僕もあったしし今ももやっっぱりもちろんあるしっていうことが分かるから余計わかるんだと思うんですよね彼らの気持ちが、うんうん、だからそれって別に何だろう逆に先生のことを否定してるわけでもないしなんだけれども自分にとって はちょっとあの時のこういう先生のマウンティングするような考え方とかっていうのは自分の人生の足を引っ張ってたなっていうのは僕の中で思ったあそのレースから僕はどっちかっていうとちょっと離れた人間になってしまったので、うん、なんか僕僕にとっっっっててはいいらななな要素だだたた思けでですするほど、うんうん、そうですね、まあ、この本ではマウンティングっていうのはどういう意味かというと、うん、例えばあの、まあ、自殺をすることで、まあ、当時、うん あの時代が変わって野木丸輔という人が自殺してまあちょっとまあブームというのはちょっと語弊があるんですけど「俺はこんなことまでできるんだよ」ということを手紙でわざわざ書くとかあとおそらくその友達が好きだった女性も本当は好きじゃなかったと思われるんですけどまあその人を上のマウンティングするために奪ったりとかまあやっぱり男性ってそういう競争をずっとしてるもんですかねどうですかまあ特にホストとと競争とかしてますよね うんでもそういうものだってずっと教えられてましたからねそれを今更しないでいいよって言われてもじゃあどうやって生きていくんだって言われちゃうかもしれないしただやっぱそれが本当に僕たちの生き方として健全なのかっていうことにクエスチョンをかける程度じゃないと実際に生きていくことを考えると難しいかもしれないですよねなるほどまだ。 そういう意味ではこれが今教科書に載っててで、まあ、面白いのは後輩ホストにもし進めるとしたらちょっと注意して進めるみたいなことを本で書いてあってですね、うん、そ,れそれどういう意味ですか、ね、いややっぱそうやって成り上ががるだけでんて言えばいいんですかねやっぱ、まあ、よくホストとかだと自分が辛いこととかな,なんかこうひけらかしたりするんですよね SNS とかでも。 ああよくありますねそういうのとかもあんまり好きじゃないしそういうアピールとかもこの見るとそんな風に思っちゃいますよね手塚さんの分析が面白いのは弱さを見せるのもマウンティングだみたいな趣旨で書かれてて「うん、俺こんなに苦しんでるんだぞ」みたいな、ねうん、必ずしも「俺こんなすごいんだじゃなくて「<laughs> まあ俺こんな弱いんだぞ」っていうのもマウンティングなんですよねずるいですね。うん で、実際女性から読んだらどうなんですか、心って。そうですね、うん、やっぱりその競争は、まあ、例えばビジネスをしている以上。うん、ある程度し、仕方ないとは思うんですよね。うん、私も記事書いてて、うん、自分の記事がたくさんの人に読まれないよりは読まれた方がいい。うん、まあ、競争とそのマウンティングみたいなことは、うん、ちょっと切り離して考えた方がいいかなと思うんですけど。うん、例えば、手塚さんが指摘してた中で言うと。 そのマウンンティング誰かライバルの男性をマウンティングするために例えば女性を利用するとかなんかそういうのは結構この世界にはびこっているような気がしていてなんか自分のこう。 なんだかわいがってるこの子は自分がかわいがってる部下だからみたいな感じでいや私は別にこの人派閥ではないとか思いながらそういうマウンティングの道具に女性社員が今の会長じゃないけどそういうのがあったりとかやっぱ道具にされることもあるしあとはやっぱ女性特有のマウンティングされされ方みたいなのも あるんですよね。この男性社員からこう。優しく諭す。 よように見せかけたたマウンンティグみいなのあるんですこういう仕事ってすごい大変だろうみたいな体力もないもんなみたいなでも私あんまりそういうの言われたくないそれちょっとマウンティングじゃないって思っちゃうのでなんかその女性が「それマウンティングです」っていうマウンティングカードを持てるっていうだけでもこのアイデアを世の中に提唱していくっていうのはすごいいいのかな今の会社ではごめんなさいそんなことは。大丈夫ですか熱が はい、すみません。はい、はい、ごめんなさい。なるほど。でも、すごいいいですよね。あの、ごめんなさい。あの、ちょっと本の背びょう、あの、帯見せてもらっていいですか、ね。この。はい、良い本って。誰が決めたのって。これ、あれですよね。夏目漱石のポーズなん、ね。そう、これ、夏目漱石ですよね。はい。いや、これ、すごい、なんか漱石を、うん、まあ、まあ、バカにしたいんですけど。これって、批判するっていうのはすごいなと思う。はい。 勇者ですね。いや、無知の強さですよ。いやいや、でも、まあ、なんか勇気が出たっていうか、あの、教科書に載ってる本って。なんか、面白くないのも多いじゃないですか。そうですね。なんで、これが名作なのと、か、と、まあ、芥川賞、僕、毎年一応、全部チェックしてるんですけど。あれっていうの、結構あるんですよね。やっぱ、そういうのに対して、いや、これは違うんじゃないっていう勇気をもらいますよね。 しかもこれだけの名著になるとそれこそマウンティングじゃないですけども名だたる評論家の方とか過去の学者の方たちがいろいろ漱石分析みたいなのをしている中でさらっといや自分は自分の読み方だからっていうふうにめっちゃカジュアルに横通りますけどみたいな感じがすごくこの裏読書のコミカルなところでただやっぱりその,その文章自体が素晴らしいってことは前提ですよね。うん、そうでです、ね、もう1行2行読んだだけでも心地が良い っていうのはもう、何なんですかね。不思議です。よ心地よいですか。もう結構心地いい時が多い。いや、ここらは名文だと思います。なんか。不思議だなと思います。そうですよね。僕もちょっと昨日。この川端康成読んだんですよね。で、確かに、文章はいいんですけど。 まあなんかちょっと女性が物扱いされてるなと思ったりとか、あの手塚さんの本を読んだからちょっと違う視点があってなんか複雑な気持ちになりました。そうなんですよね。だからも素直に読めなくなる。そうこれね読まない方がいいかもしれない。もう素直に絶対読めない。そうですね確かに読みにくくなっちゃうかもしれない。でもまあそういう提唱する本なんじゃないですか。ここに並んでるような本と並列するような本ではないですよね。一緒に 読むみたいな本ででですすよねね、うん、けみたいいいいななな感じでいいんじんゃないですか、ね、なるほど。<laughs> な,ほど <laughs> なんかそうやって、はい、あの、まあ、やっぱりビッグネームだとビビっちゃうんですけど、はい、それにあんまりとらわれずに自分の視点で、はい、読むコツって何ですかね、うん、でどうなんですかねうんもうなんか最初からやっぱ自分自身もそういう人なんだよねって言われるのも嫌ですし。 うん、何か物事が簡単に説明できるものにもまず興味はないですし、うん、さっきも言ったように自分の生きてきた持ってる要素で整理してかみしめたい物事はでそれにしか価値もないと思うので、うん、あまりその変なデバイスかけてなんとかだからっていうふうに物事は見ないようにはしてますね。なるほどいいですよねうん まあ、あと、やっぱ、よく知らないっていうのもあるんじゃないですかね。その、ちゃんと、その、文学。とか、勉強してこなかったので。夏目漱石と、川端康成の。と太宰治とか、が素晴らしいんだって言われても。へえ、というか。はい。そうだよ、ね、昔の世代ね、みたいな。太宰治も、面白かったですね。うん、やっぱり。あの、シラーの書いた、もともとの。あの、古典と、うん、まあ、ほぼ。 同じ太宰ほどの人がこんなほぼ同じ作品をわざわざ発表するなんて相当な時代への皮肉だったんじゃないかまあ当時ちょっと戦争に日本が突き進んでいくような時代だったので。 そんな読み方するんだと思ってすごくこれは確かに太宰研究をずっと続けてきたりんか太宰が大好きでメロスに傾倒している人からはなかなか出てこない視野なのかなっていうふうに暇なんじゃないですかねやっぱね手さんが。そういう時間大事ですよねと思いますけどね。と思いますけどね。んか太宰治店みたいなのか何ヶ月か前に行ったら税金の支払い が来て泣き叫んだらしいですよ。泣き崩れて税金を安くしてくれっていう手紙とか出してるんですよ。結構めっちゃ面白いですか。面白いですね。出たは僕面白くて好きですけどね。まあひどいですよね。ひどいです。まあ今のなんか芸能人みたいなのがありますよね。参加すごい SNS やってたツイッターとかでめっちゃフォロワー多そうじゃないですか。僕は一応勝ちます。なんか夜中とかにすごいフォロワー数多そう。 で手塚さん、まあ、この本好きで、あの、すごい読書家なんですけど、本屋さんも。開かれて歌舞伎町ブックセンターっていう、今ちょっと違うところにある。今移転中。ですね移転中ですよね。ちょっと写真がありますかね。こちら。ここは、もう本当繁華街の、私も何回も行ったんですけど、面白いですよね。今まで。あの、本屋さんが、あ、なかったと思うんですけど。そうですね。できたと、これ、どうして開いたんですかね。もともとは、まあ、基本的に、僕何かやる時って。 自分のまあ、仲間たちに向けてのことがベースなんですよ。な、うん、なるほどなんかある時いつだったかなやっぱこうちょっとこう手が届かないところにも影響力を持ちたいなとかって思う時期もあったんですけどでもなんか何のために生きてるのかなってことを考えたら多分きっと手の届く友達だったり仲間だったりに褒められたいとか。うん、あの なんかそののぐらいのレベルな気がすするんですよ、うん、で僕が何かやる時っていうのは一応やっぱ自分の持ってる部下たちに対してプラスになることとか以外のことが、えー、自分の何か行動する時のアクションにはない全部がこれをやることによってうちの仲間たちは喜ぶかなとか、うん、彼らにとって今は嫌かもしれないけどいつかいいことになるんじゃないのかなとか,だかその心でしか僕は動いてないんですよ。でずっと そのホストっていう仕事とか、まあ、歌舞伎町っていう街っていうのはまあすごく刹那的で属性から離れて軽薄な話をすることによってまた戻っていく普段の生活に戻っていくっていう,こう息抜きの街なんですねだけどやっぱそこで働いてる人間はそこに居続けちゃうとただの軽薄をこの属性で生きてる人たちに与える人間ってい のまんまんなな大人になっちゃうなるほどでその人生が別に不幸とは思わないんですけどでもどうせだったらそうじゃない生き方もあるんだよっていうことは提案したいしそこ以外のまあこの属性で生きていけるような、えー、考え方とか、まあ、感性とかっていうものは身につけてもらいたいっていうのはずっと思っていてでそれの一番の武器っていうかまあ うん、いいツールはまあ読書だと僕はずっと思ってたのでずっと読書しろ読書しろっていうのはまあ昔から言ってたんですけど現実的に現状でででで今それがすすぐ武器にななななることではいいのでやっぱりみんなしないんしよ、うん、だからじゃどうやったらやるかなって考えてもう自社でやっちゃったら少なくとも意識づけにはなるかなと。 思ってもう始めたっていうのい。オープンしたのがいつですかねもう2年ぐらい前かね。ないですかね実際皆さんどうですかちょっと変わった分、う多分んか本ややってる会社なんだよねってみんなに言われるようになったと思うんですよ。で読書するのとか聞かれる機会は多分増えてると思うのでその中で一応読まなきゃいけないんだろうなきっとこれからの人生でぐらいに思ってるんじゃないですかね。はい それでもでかいですよね今回は本も出して何人か部下の方インスタとかにアップしてたりとかしましたけどあれ読んでないですねみんなねでもそれでもすごくないですか読んでなくてもやっぱりんかマインドが変わるだけで本屋に行くっていうきっかけになりますかね多分みんな本屋行ったことないと思うんでほるほどだから見つけたっていうのが面白いんじゃないですかね本屋で。 それ面白いですよねなんか宝探しみたいなみたいな感じだと思いますけどねすごい面白いですよねなんか普通すごい新規事業じゃないですかいわば新規事業やる人って僕よく取材するんですけど自分たちの殻を破りたいとか今までのお客さんと違う人と出会いたいみたいなこと言う人が多いんですよでも手塚さんは既存の自分の部下に向けて新しいことやってるってすごい面白いなと思いましたね友達 とかも別にたくさん欲しいと思わないし、うんうん、なんかもっと深く付き合いたいたですよねやっぱりホストの方、まあ、もちろんあの普段の仕事ではまあえて軽薄にしてやっぱり普段日常で苦しい思いしてる人が来て気楽になってまたもう一回戻れるっていうのはいいと思うんですけど働いてる人もやっぱりずっとそれだとそだいですもんね、はい、やっぱ本っていうのは有効ですかそういう時にあの自分を鍛えたりするのっていその、うん 深く物事を考える時間って今もうすごくしなくなってるじゃないですか僕自身もやっぱツイッター見たりとか、はい、テレビこうやって価値が変えてたりとかして、うん、気づいたら1時間だみたいなことってあるじゃないですかあれって多分楽ちんんだからだと思うでも本1時間こうやって集中して読むってなかなか慣れてないとみんなできないと思うんですよで,す、ね、でもその時に深,深くこう物事が考えられていく。うんでも 僕それ一冊じゃななくててもいいと思ってるんですよ。はい、なんかさっきの旅行の話と一緒で何かをちょっと詳しく知,知りたいなと思ったら何かこう何冊も同じような本を買ってきて、うん、でそ,そこからこう自分なりにこう作っていくでもいいしななるほど。うんはい、なんかこう物事を深く考えていく癖をつけるっていうツールとしてはもう本が ベストと思いますけどね。そうですよね。うん、他はなんかついでにできちゃいますもんね。できちゃうんですよね、はい。テレビも最近スマホで。うん、見ながらやってるみたいとか、うんうん、まあ、多分映画もそうなってくると思うんですよね。いやでも映画もやっぱそうですよね。はい、もう、何もぼうっとしている時に。しか見れないですよね。 でも最近は何か、あのネットで映画見ると、ね、主人公が着てる服とか、すぐ携帯で。注文できるシステムとか作ってるとかあるらしいんですよ。はい、この服いいなと思ったら、そしたらもう集中できないですよね。<laughs> ねもうだから買い物してんのか、何か考え事してんのか、分かんなくて。うん、本当本が最後の砦で、うん、その金、例えば電子書籍とかで、うん、あ、この。 感じいいなと思ってつくいいなと思ってそこで注文とかできちゃったりとかしたらもう終わりだと思いますね。本当、うん、と,とにかくここだけ集中するっていう娯楽はないですもんね。うんうん、ねやっぱ一時間二時間なんかこうな,なんだろうその情報がないところで集中できるっていうのはすごくいいと思いますけどね。そうしないと自分の脳みその中の引き出しが全然開かない。うん、なんかあそういえばあんなことあったなこんなことあったなとか逆に僕なんか本読んでると。 すぐ、なんか仕事のアイディアとか浮かんだりとか、あいつに指示しようとかやっぱ思っちゃいますもんね。うん、で、そこをもう我慢して。読み続けるみたいな。なるほど、ね。<laughs> うん、大事ですよ、ね。ありますけどね。うんうん、あとは、その、なんかホストのイメージを変えたいみたいなのってあるんですか。その本屋さん、それ、それはあんまないですかね、うん。イメージを変えたいっていうのは別にないですね。うん、今、現状でも、別に <laughs>、うん。よく言うのは、なんか。ホストが悪い。の。 ではなくて悪いやつが細になるだけなので、細ってやってる。<laughs> そうなんですか？<laughs> うん、だと思いますよ。なんか悪いことする人間たちを受け入れる街であって、なるほど。あのうん、誰でも働ける町でうん誰でもできる職業なので、かだからそれは悪さするやつも,もちろんいるし。なるほど。うん。でもその中で僕たち実はそういう風うに思われてるから逆に悪さしづらいんですよね。<ー>でできないんですよね。うん で特に歌舞伎町なんかだともうカメラもたくさんついてますしじゃあ僕らと誰かが揉めたとかだったら基本的にはもうホストが悪いんだろうって入り口から入るしでちょっとなんかあれば今だったら SNS で作っちゃえばいいし、うん、そんなに悪いことができる環境ではないんですよね。だから、うん、じゃあだからって言って俺たちがなんだろうな面白いんだすごくいけてるんだっていうことでもないと思うんですよ。うん、そこは自然と僕みたいな やつがいたりとか、えー、じゃあうちみたいな会社があったりだとか、うん、なんかいろんな子たちがホストってこういうものだってことを今、えー、体現していく子たちが増えてくると思うので、うん、それをこうバッてみんな見てもらえればいいだけかなと思いますけどね本屋さんもそうですけど手塚さんはあの従業員の方と歌会とか読書会とかね、うん、いやっされてますすい <laughs> あの週この一こ中でも紹介 あしました。歌いで何ですか。ちょっと説明してもらっていいですか。歌会単曲を作るんですよね。あの先生が講師の先生がいらっしゃるって、あれこの間もやってませんでした。前週ぐらい。ホストの方がその歌を考えて先生が批評するみたいな。一応みんなで投票します。二十三十ぐらい出てみんなで投票して、先生たちも一票二票ずつ入れたりとかして、で発表するんです。誰が一位だみたいな。これは何のためにやってるんですか。いやそれは多分本当にこの。 本屋の話話とつながる話で最初本は読まないけど歌集とか読むんじゃないのかなっていう入り口があったのとあと意外に読ましたらうまいんじゃないかなと思ったんですよみんな言葉をやっぱり短い短文で LINE とかメッセージとか日々やり取りしてるんで、うんはい、そしたら本当に結構うまくてでみんな楽しんでやるんで面白いんですよねこれ見えますかね もうちょっと読んでますでしょうか。いいですね。三回三回期実家に帰り床に着く歌舞伎と違う枕に And 真銀さんこれはなかとがダブルミーニングにそうです実家の枕に And っていうのがもうホスト用語でう枕っていうのはまあ寝る枕っていう歌舞伎と違う枕っていうのとか。 やっぱり一瞬を切り取る力大きいです,よ、ねうんうん、すごいシーンをこういうふうに撮ってカメラでパシッと収めるみたいなあとは歌会なんかちょっと授業みたいになるじゃないですか、うん、先週とかだともうそのまずみんな遅刻してくるでルール聞かないおしゃべりするあと途中でタバコ吸いに行くやつが出たんですよあ<ー>とか <laughs> なんていうんですかねもう本当停止時の学校みたいだなと思って、はい、面白かったですね <laughs>、うん、怒らないんですか え笑っちゃいますよね。<laughs> みんな笑ってますよね。面白いですね。<laughs> はい、あとはまああと本屋さん以外にも最近ない、はい、デイサービスを始めたと。はい、はい。これはどんなサービスですかね。あのー。うん まだ利用者が三人ぐらいしかなくて、あれ増えましたね。ちょっと増えた以前伺った時一人だったんですけど今もう存続の危機になってるんですけど。しっかりアピールしましょう。これは普通にあのデイサービスっていう昼間の時間にえまあ介護保険を使ってくる施設ですね。なんで介護保険を使ってまあ基本的にうちはお風呂もないのでお話しするだけですかね。奥に向かって。ホストの方がお話する。えっと今はその 先週かな、うん、先週ホストも行ったんですけど、はい、あのー、もうちょっと増えてったらホストとこう融合させてやらせようかなってすけいねそれはトークがもうプロフェッショナルですから <laughs> だと思うんですよはいそれは面白いですねだかなんかそんなに今すぐにこうどうこうっていうよりかはまず僕らもその介護保険の範疇で仕事をするということを覚えなきゃいけないで実際にまあ数年後にホストたちがみんななんだろうまあ今日の寿司屋もそうですけどあの セカンドキャリアっていうのは僕兼業をもっとさせていこうかなと思っていて<ー>、その時になんかこう一つ介護っていうものもそんなにストレスがなく今まで自分たちが持ってたこのプロフェッショナルサービスをそのまま生かせる場所だと思うので、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんに今まと同じような接客をただすればいい場所で多分ちょっと自信になる気がするんですよね。うん、その介護士がやってるのと同じようにできれば、なるほど。だか,なんかそういう場所をちょっと増やしていくことで、まあいい意識がまあ今。 俺はホストしかできないと思っちゃってる部分って結構あるんですよ。そうじゃなくてこの能力ってのはいろんなことに転化できるんだよっていうことを思ってもらえればいいかなっていう。なるほど。はい、評判どうですか。まあ三人しかいないという。三 <laughs> 人の評判はどうですか。三人は俺のホストが来てめっちゃ喜んでた,たんですけど。<laughs> はい、結構お,お,おばあちゃん。うん、何歳ぐらい？八十歳,歳,歳ぐらいの感じ。 それはちゃんとうちはそういう会社ですっていうのを言ってるんで<ー>やっぱでもそうするとなかなか利用者がビビっちゃうんですよね<ー>その預けるのはその息子さんとかなので、うんで親をじゃあホストクラブを経営している会社の介護施設に預けるかっていうと <laughs> なかなかちょっとハードルが高いみたいでなるほど,だどうしてもまあなんだろうな まあコンビニで飯食った方が安心じゃないですか、うん、みたいな感覚で大手のその設備が整ってるところにみんな入れがちでもうちはなんかその、まあ、プロフェッショナルサービスって言い方だとなんていうのかな一人一人に違うサービスをするっていうのは僕はプロフェッショナルサービスだと思っていてあのもう介護の現場においても一人一人のちゃんとこうデータをちゃんと取ってその人なりのプログラムを作ってで基本的にデイサービスで保険を扱うのってそのえー こう機能が改善してていくくくたためめななんんんですすよどど悪るじゃだからやっぱりここに来ることによって会話が楽しくなって今までよりもこう、うん、介護の基準が上がったとかってなっていくようにもうみんなで一緒にそれを作っていく超個人のデータを取ろうみたいなことを言ってるんですよね。うん、多分 年後ぐらいいいにるるとと思思うんですすすけどねねごまデイサービスって今やってる方皆さん頑張ってると思うんですけどただ一回取材した時言われたのはあるおじいちゃんが自分は別にそんなんかタンバリンとかこういうのやりたくないともっと自分はロックな人生を送ってきててそういう人ちょっと面白かったんですけどいろいろ会社経営したりいろんな遊んだりヨット乗ったりして。 だからおじいちゃんだからといってそういうことやるんじゃないんだっていうことを言ってて僕らも多分そうだと思うんですよ今後30年後おじいちゃんになってもんか楽しいことやりたいですよね。いやおっしゃるとおりですだから多分結構介護施設って経営が難しいんですよ今回思ってたんですけど思ったんですけどでも例えばうちにじゃあ100人以上のホストがいて今おっしゃったみたいなおじいちゃんロックが好きなおじいちゃんがいたらそれと呼べばいいんですよね。 そのおじいちゃんに対してはロック好きのホストが来ておじ <laughs> い、ね、ちゃんのロック好きなんだって言ったら<あ>そいつはその日会話しても働けるようになるし、はいうん、なんかそういうこう、選べるみたいになっていけばいいなと思いますけどね。うん、この前僕の前、僕おじじいちゃゃんんん死んじゃったんですよ。 その衣装にあの葬式はハワイアンミュージックをかけてくれって書いてあったんですよね面白かったんですけどその葬式の時多分みんなひよっちゃって結局普通のにしちゃったんですよ、はいはい、でそれが悔しくて1年後経って、まあ、この前みんなで集まって一周忌にハワイアンをかけたんですよねうん、うん、だからなんか葬式は悲しいとかおじいちゃんだから演歌が好きなのとかいうのはすごい偏見だなと思って、うん、もっと楽しい老後を過ごすっていうのは大事だなと思いました 葬葬式葬儀屋さんやりたいですもんあ本当ですか <laughs> ホストが仕切るそうです葬でそれでもいいですけど、はい、めっちゃ儲かる気がしますねいやあのもっと面白くした方がいいと思いましたうち、あのー、ちのおじいゃもっとなんかいろんなとこ勝手に出かけてっていうう、うん、おじいちゃんだったりんかすごい儀式なんかい正式な感じなんですよね,うすねどうしてもで最後の最後でこんなに面白い人生だったのになんかちょっとまあすごいいいお葬式だったんですけど、うん、ちょっと嫌だなと思ってす、ね。あ 完全に何月何日に死ぬって言われてれば準備できると思うんですけど、はい、みんな突然大体死ぬじゃないですかだからもうみんなテンパってるところに葬儀屋さんが来て、はい、そういうもんですよって言われちゃってああそ,、ね、そうなっちゃうんだと思うんですよね。 亡くなる前いろいろ言ってたんですけどみんな本気にしないんですよね「ハワイエンをミュージックかけてくれ」っていうのも多分すごい本気で言ってたのにまあんかおじいちゃんだからねみたいな始ままりの歌っててしすす知らないでそれも自殺しちゃった女性の親が厳粛な人ででもヒッピーみたいな家族だったんですよで彼女はもう実は仏教徒だったとだから仏教徒の葬式はしたいのに親がクリスチャンでやってるで 結局その遺体を盗んで、その遺書通りに。空港の便所に流してくれって言われて、<ー>空港の便所に流してもらうんですけど。っいいめっちゃ面白いですよ。<laughs> はい。いいですね。でもなんか死ぬ時ホストが盛り上げてくれたら、僕は嬉しいです、ね。シャン,ンシャンパンコールとか。シャンパンコールとか。<ー>今でも。 現地取りましたねさでもそのプロフェッショナルサービスっていうのは、うん、そういう一人一人のお客様に合った向き合いをすることだっていうのはすごく今面白いなと思って聞いてました、うん、私たちメディアだとやっぱりどうしても体対すっていうところで情報を出すところがあるのでその手塚さんの思ってるプロっていうのはだから儲からないんですよね1対1でその人にカスタマーしていかなきゃいけないので。うんうん でも多分ライザップとかそうですよね。パーソナルサービスって多分そうなんで。なるほど。それの方がこれからは僕はみんなやりたいと思いますけどね。ね、うん。思いますね。やっぱり AI が出てくると、それできないじゃないですか。うん、まいくら機械学習して覚えても、うん、多分そこまできめ細かいこできないと思うんです。よね、うん。だから多分それって。さっきのノルウェーの森に話を戻すと、渡辺みたいにいいタイミングで。いいこう一言が言えるかどうかっていうのはもう。うん 本当その距離感とかセンスだと思うんですよなるほど。それは勉強できないですよね。じゃ今日オープンする寿司屋も結構こんな感じなんですか。<laughs> いやどうですかね。こ <laughs> んな感じですか、ね。いや寿司屋ってのは寡黙なね、もう好きやばし次郎みたいにずっと黙ってる、まだそいつもあんまり握るの上手じゃないです。すごく握る愚直に握ってますけど、周りは賑やかしですね。でもその トークとか、そうですね。いいですね。トークってこれからの時代すごいいいと思いますね。トークできる人ってすごい価値が高まる気がします。そうですね。いや、それしか僕は価値がないと思ってますけどね。でもそれはすごい本当 AI にはない価値っていうか。だってその時にやっぱ楽しかったなとか、自分一人の感覚じゃなくて人と共有できた楽しさっていうのはやっぱ何者にも変えられないですよね。うん あとはやっぱりそのまあ哲也さんのこの話と思ったのはやっぱりあえて内容がないっていうのはすごく尊いなと思いました。その,<ー>そのノリでリズムでやっちゃうとだかな、うん、何をなんか議論するとかじゃないんですよね。なんかそうですね。うん、議論したいですけどね。いやでも,で,、ね、でも議論じゃない方が僕は好きですけどね。うん何ていうんですか、ね。なんか多分言葉にできないけど感覚に残ってたりとかそうのが次の日の生活にとか、はい、これからの生活に反映されるわけじゃないですか。はい。 だから結局そこで何を言ったかっていうのも体現した自分がどう生きるかなだけじゃないですかねだからいろんなところに応用が効くのかなと思いました、うん、やっぱりデイサービスとか、うん、寿司屋とかそうですね、うん、あんまりだから新しいことやってる感覚はないですよね全部一緒だと思ってるんで、うん、なるほど、うん、あとは何やるんですか 葬儀屋さんと葬儀屋さんもやりますし、いや何でもやれると思いますよ。記者とかもいいと思いますけどね。良さそう。どんどん喋っちゃいそう。何でもやりますあと医者とかもいいと思います。あ、医者さん良さそうですね。あとまあ裁判官とか。いやマジでマジで。ああいいですね。 なんか、あの、対話をしながら、その、うん、被告とか、うん、争い事とかを解決していたい。うん、裁判のあり方も変わりそう。あでもね、僕得意ですね。うん、あ、話してほしい。いや、もう、だめですか。月曜日は堀さん、世界一周クルーズの国際交流ということで、えっと、ビットニュース、来週。月曜日ですね。はい。で、<laughs> ハフトークは来週の木曜日、トランスジェンダーを受ける社会、まあ、今日のテーマにもつながりますけど。まあ、多様性をめぐる議論をしたいと思います。<laughs> えー、今週はこれで終わりますがぜひハッシュタグハフトークカタカナでつぶやいて意見を聞かせてくださいあと手塚さんの本もよろしくお願いします、はい、<本>お願いします買ってください、はい